キャンプ椅子がね、地面に埋まる問題を解決するために買ったっていうか、いろいろ試案してたものの、ご紹介です。まずこれがデザートウォーカーの、キャンプ椅子、ムーンレースの椅子です。で、よくある、中華の、椅子ね、これ2つとも、足の高さ調整できるやつです。じゃあちょっとどんなんか、まあ福さんの動画を見ておられる方はね、もうすでにご存知の内容ではありますけども、デザートウォーカーの足はこんな感じで、足が折れます。これでヘリノックスのチェアワンに近い形になるんですが、ちょっとガタガタするのと座面がだいぶ低くなります。まあでもコンクリートの上だでもうちょっとガタガタするかなぐらい。地面に直置きするとこっちの面が地面に先に当たるんで、ちょっとこの辺どうかなっていうのと、まあお座敷に近い形になるんで、もうよければこれでもありかなという形ですね。はい、で、ムーンレースのやつ、もともとこのベルトは1個確かついてます。でもう1つ、ベルトは付け加えています。これは、デザートウォーカーみたいに足が取れないので、こうやって折り込んでテープで留める。後ろも一つベルトを加えておいて、どっちだったかな、こうか、違いますね、こうだね、よいしょ、ちょっとテープの留め方間違えました。まあ、とりあえずかけて、これもだいぶお座敷スタイルですね。こっちの方が画面、地面が硬いと、しっかり固定できます。これはガタガタしないです。まあ、手のひら1本ぐらいですかね。デザートウォーカーも同じぐらい、ちょっとデザートウォーカーの方が高いかな。はい、で、一番私がよく使う形になっているのが、一番安くてよく出てた、ちょっとだいぶ古いタイプ、G4 の G4 フリーかな。で、これが、これも同じジャスパーってやつです。で、これにですね、ヘリノックスのグランドシートっていうやつを、これは純正っていうかホンマもんしかないと思うんで、こういうのを買いました。ただ映ってるのかな、これ、足マックスにするとはまりません。で、足を一番短くします。よいしょ、よい
いしょ。こういうふうに足がかかります。で、ちょっとぬかるんでる時にこのグラウンドシートだけ外れないようにこういうベルトがついているんで、結構こういうふうにちょっと鋭角に立ち上がるっていうのかな、刺さるようになってるんですけど、はい、こんなもんです。で、もともと一番足が長いタイプと、これもともと高さ、座面の高さ一緒なんですけど、一番長いタイプと一番短くした時の比較ですね。ちょっと下がるぐらい、まあ地べたスタイルと比べるとどうか、デザートウォーカームーンレースで、グランドシート付き、中華の足を一番短くしたタイプで、ここまでがキャンプ椅子にがですね、地面に埋まるよう対策をした時の高さですね。もう一回いきます。グランドシート、デザートウォーカームーンレース、中華の足の調整できるタイプで、これが中華の、足が埋まる仕様のままですね。まあ普段使い、まあ足が一番長くなるタイプと、一番短くなるタイプ、高さこんだけしか変わりませんので、まあこのタイプで使うのが私的に今一番多いかなという状態です。まあね、このグランドシートでこの椅子変えてしまう値段なんで、何してんのっていう話にはなるんですけども、まあこれがあれば、まあまあどんなキャンプ場のフィールドでも対応できるかなと思います。で、この2つは、キャンプスタイル自体が地べたに近いような、場合にはこっち持っていくかなという感じですね。まあ初めて行くキャンプ場ではなかなかそこまで用意できない可能性があるんで、車で行く場合は何個か持っていく場合があります。まあこれが一番今活躍っていうか使用頻度高いかな。まあこんな、いろんなものに流用しても対策できるよっていう動画でした。以上です。